さあ始まりましたジョックロックプレス。ジョックロックの福本優勝です。イージュラです。地上波ラジオ、はい、はい、ということで、はい、私たちジョックロック、はい、立て続けに地上波ラジオに呼んでいただきました。ありがたいです。いやーから今撮ってるのが11月21日火曜日、はい、で先週、先週の土曜日に MBS さんの、 MBS さんのハイヒールさんのますますハイヒールという番組に呼んでいただきました、はい、ました。これはすごいことです。すごいことですか。違いますか。すごいことなんでしょうねおそらくね、はい、え、はい、すごいことですこれは、はい、はい、なんとあのハイヒールさんの番組に呼んでいただきまして、はい、確かにな、ハイヒールさんと喋ってきたんだ、うん、あ、実感が3日遅れぐらいできた、はい、そういえばそうだな、うん、どう考えたら、ね、最近ちょっとね、いろいろなことが麻痺してきてるからな、うん、麻痺してるね、テレビで見てた人と会いすぎて、うん、自分もテレビに出る側の人間と思い込んでしまってる、はい、はい、まあ確かにね、去年なんかそんなありえなかったんで、うん、ね、去年ってもう今年度から、まあ、まあまあそう、ね、4月からほんまにこの1年長すぎる、すごい濃いね、まだ年が明けてないっていうか、まだ11月すごいいい1年やな。4月に劇場入って、うん、11月にハイヒールさんの番組に呼んでもらった。すごいね。これすごい。で今日も。うん、今日、そしてまあ11月21日、うん、まあこちら、はい、ABC さんで、はい、ミルクボーイさんのミルカヨに呼んでもらいました。火曜日やないか。うん、これミルカヨって言うんですよ。はい。して、はい、それを正式に言わせて。会話に呼んでいただきまして、ミルクボーイさんと喋ってきたんですよ。すごいことですこれは。いや、まあミルクボーイさんと挨拶させてもらったことあるから、あるけど、いや、まあ確かに番組にね呼んでもらって、うん、まあ20分ぐらい喋らせてもらいましたけど、はい、いや、まあまあ結構まあ2つとも、まあ、楽しかったですね。楽しいですねやっぱりね、ラジオやっぱ僕なんてもうご存知の通り、うん、ラジオ人間なわけですから。ラジオ狂、ラジオ狂って言うな、ラジオ狂い狂いって言うな、なんか、うん、なんかあんま良くなさそうやろまあね、やっぱ聞くのも好きやし、うん、まあ、出るのも好きと、これ着実に MBS さん ABC さんと来てるわけですから、まあ、まあね、どっちも20分ぐらい出させてもらいまして、はい、まあハイヒールさんとますますハイヒール、うん、どうでした。いや、本当楽しくね、やっぱこう、なんだろうな、やっぱ喋るプロですけれども、ハイヒールさんとかその芸人さん、ラジオやられたら出られてる方こいつプロじゃねえ喋る、喋るアマが喋ってるな今、プロなんですけれども、さすが聞くプロでもあるってことで、おー、なるほど、本当にね、喋りやすいんですよね。感想文やったら良さそうな入り、そう彼らは喋るプロでもあるが、うん、聞くプロでもありました、はい、これ引きがあるでしょ確かになんかテーマとしては良さそうな入り、そうそうそう、だから、うん、なんだろうな、喋りやすいと、そう、フィギュアスケートのペアスケートみたいなことで、一人がやっぱ上手かったらやっぱリードして、こっちも引き込むね、話上手く見せることができる技術ダンスとかもそうって言うもんな、そう、だから僕らもなんかね、ハイルさんのラジオ、ミルクボーイさんのラジオ出ましたけど、普段よりなんか喋る上手なった気分になりましたね。なるほど、うん、すごい反応もしてくれますし、うん、気持ちいいです、喋っていて楽しいです。まあ、まあそういう話もいいんですけど、はい、ちょっとなんかそのハイヒールさんにあった感想みたいな話を僕はちょっと聞きたかったかも。なんでそんなこと言うの。ちゃんと一個ずつ分けてさ、ハイヒールさんのはどうやったって聞いてるから、うん、初めてそのリンゴ姉さんとかと会ったわけやんか、うん、直接その話とかをちょっと聞きたかったかも。なんでそんな説教されなかったの。なんか統括して全体のこと言い出したらなんか後で喋るのも変やし、そういうことか、うん、だって楽屋っていうかその前室におったら、うん、いきなり桃子さんが歩いてきたりしたわけやんか、うん、
その具体を聞いてるってことですか。しまった、具体のこと言うの忘れた。前回言いましたよ、ね、具体をしまった。具体的な話をさせるんやったら言うといて具体でいくよって。具体言うの、具体予約忘れてました。ちょっと LINE で具体って言わないで、僕は抽象で抽象で喋りますよ。具体やったかこれ。具体モードね。具体モードちょっと切り替えれる。はい、今から行けます。じゃあもうハイヒールさんのね、だからまず入ってな、そのなんか入って MBS 打ち合わせ、作家さんといろいろ打ち合わせして、うん、テーブルみたいなのがあって、うん、そう座ってこんな感じでこんな感じで喋ってたらな、まずももこさんが入られて、うんうん、挨拶させてもらって、その座っていいよって、座ってかけてっていうよりにすごい優しくて、うん、ありがたいなって、うん、でリンゴさんもね、うん、入られて、うん、こうちょっともういきなり福本さんを見て、うん、あれ GAG GAG あ意外と初めてのいじり方さ。確かに言われてみればそう。でもちゃんと、うん、これいやいや福井さんと坂本さんを足して2で割った存在じゃないんすよって言えたな。いや言ってたやろ。言ってたけど、でもそこちょっと俺ちょっとその坂本さんを、うん、今の SJ さんっていうのはちょっとミスかな。あ、SJ さんって。そうか。そう。でもここで SJ ってなってしまう可能性もちょっと考慮しつつの。まあそうだね、なるほどね。福井さんと坂本さんを割った存在チャンスが、あは、ロンゲやしな、とかいうのがちょっと伝わってはいたな。うん。あれ良かったですよ。やっぱ結構ね、やっぱいじってくださる感じというか。はい。うん。だからそのラジオ、ほんま始まってからも。はい。結構なんか俺がずっとその地下におったみたいな、うん、地下でおったみたいなアンケートとか書かせてもらってて、うん、でこの4月からまあ劇場に入ったみたいなって、うん、あんたなお前あれこれ7年地下おって、でその時に俺あれ10年やろんやと思って、うん、あれ7年ちょっと間違ってはるなって言って、うん、であれな7年地下おってで地上出てきて、じゃあ2週間で死ぬんやろ、いやセミちゃいますよセミが7年で死ぬっていうやつのフリやった。すごいね。危ねえ、どう俺のこのセミちゃいますよっていうの。早かった。俺やっぱ、7年っていうのがあったから、あれこれ、あれと思ったら、そう違和感で、2週間っていうのとこれセミをつなぎ合わせて気づけた。あの対応。で、実はでもセミってね、うん、1週間で死なへんねんだよ。ええー、その豆知識。ええー、あれほんまちゃうねんって言ってリモート。そうなんですか、はい、ちょっとほんまにそうなのか、また。詳しくいや嘘ってな、はい、嘘なんかい、嘘の感じになる、うん、そうやっぱ、はい、マジ喋りのプロ、それこそそうですね、超超発しというかね。でいっちゃんかっこよかったのは、うん、あのもうラジオ終わりました、うん、さよならバイバイ、うん、お疲れした、ありがとうございました、つってもう次の仕事に飛び出す、 あれね、あの速さ、あれがプロ、はい、あれありますよ、あれをしたい。よう言うもんな、なんか司会者の人がこう来て、うん、終わって帰っていって、もうマネージャーの人になんかもう荷物とか持たせてて、もうそのままエレベーターに突っ込んでいくみたいな、目の当たりにした。で入るのもギリギリでしたしね、リンゴさん、うん、多分ねあれ朝パラあと生放送終わりやったんちゃいますか。なるほどね、もうその飛び入り飛び出しで、うん、バンバンで、最後も、うん、まあ、桃子さんはまだいらっしゃったんですけど、うん、次の予定が違う予定が、その差し入れというかね、ああそう、なんかそのテーブルにケータリング、これ食べてください、そう演者の人のやつなんで食べてくださいって、うん、作家の人が言ってくださって、すっごいやっぱね厳選された美味しいものを置いてくださっていて、うんうん、そうなんか箱に入ったキンパ、はい、キンパね、はいはいはい、と箱に入った卵サンド、あれうますぎたな、そう卵サンドをやから箱に入ってるんですよ、そのなんつうの、うん、弁当とかでもあるいはちょっと箱をこの、はい、開けるような、まあテープでそれが閉じられてて、うん、あんたらこれ食べっつって桃子さんが爪でそのテープを剥がしてくれるっていう、うん、ああそう箱のね、でそのテープが全然剥がれない、うん、で俺なんかちょっとあ やりますよみたいな、あいけるいける、でも剥がれ、あ、うん、あっていうこので最後あもうやってあすいません、やりますっつって爪で剥がしてな、いやうまかったな、でもう割り箸置いてんのも気づかんと手でいって
て。いやあれまあまあそれそう、はい、手でまあ行ったんやけど、あったんや、すみませんと思ったんですけど、うん、もう手で行きたいぐらい美味しそうで、行ったらめちゃくちゃうまい。その後のお前のわんぱくぶり、はい、俺ちょっとヒヤヒヤしてんけど、はい、紙皿が置いてて、はい、一旦そのなんか開けたやつを俺も一個ずつこう食べて、はい、ああめちゃくちゃうまいっすとかでこう食べて、でその席に離れて、ちょっとその俺ら座ってる席とちょっとそのケータリングがちょっと離れてんの、うん、ちょっとその、まあ、そのテーブルの端と端ぐらいだけど、うん、でまあその旅に行って食うのもまああれっちゃあれやねんけど、裕次郎がその置いてあった紙皿をおもむに取って、箸も開けてそれを自分の取り皿に取り分けてガチ飯食いをしだすっていう。いいじゃないですか。まあこれはいい可能性もあるな、はい、可愛らしさ。手付けへん方がおかしい。ガチ食いしだしてイカ焼きとかも、イカ焼きもありました。イカ焼きうまかったな。うまい。マジ飯食ったな。ただほんまに僕一番好きなのを最後に食う癖があるんですけど、俺もその卵サンド、キンパとか食ってイカ焼き食い終わった後卵サンド最後行くぞと思って、キモかったな。食った瞬間卵が半分いったから、うん、半分食った時にこの押し出された卵が落ちて、あ、最悪や。 ABC ラジオの床に卵がベチャー、絨毯床に最悪。すいません、すませんとか言ってたから、こっそりそのおしぼりを入れてた袋にそれをこうやってこう入れて、こうやってやってバレへんように持って帰ろうとしてたの。サッカーさんが、うん、それそそ、それ、え、それ何、そうだからその落としたってバレてないから、だからなんか食いたすぎてそれをなんか後で家帰って持って帰って食うやつみたいに思われてたよな。でもその場で食うってさすがに。で俺はキンパにカニボコが入ってて食えず。カニボコ、かまぼこじゃなくて、うん、あ、カニボコ、カニカマが入ってて食えず、お前に、なるほどな、お前にこう突き、こうやって抜いて食わそうともしてんけど、さすがにその桃子姉さんの前でそれはさすがに意地汚いなと思って、うん、かまぼこも無理なんや、練り物か、カニカマ、カニカマ、うん、まあ人生で食ったことないんですけど、マジか、かまぼこって名前がついてるんで食ったことないです。大変、もったいなくはない、別に人生においてそんなものは食べなくても。で、まあ、桃田さんは、あ、もう、いつでも帰っていいからね、って言ってくれて、うん、あ、じゃあ、失礼します。ありがとうございました。まあ、それが、優しい方々でした。どうよ、と。いや、楽しかったですね、非常に。で、今日、うん、ミルクボーイさん、うん、火曜日やないか呼んでいただきまして。これ、まあ、どっちも結構急遽というか、はい、言ってもらってからどっちも1週間経ってないぐらいの。まあ、NHK 効果なのかな。ああ、やっぱそうですかね。準優勝させてもらったことで仕事がポンポンポンと、うん、もう入りまして。うん。それで、まあね、最近ほんまに挨拶させてもらったばっかりというか、うん、そう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 。寄席の時に。うん。で、その時に、うん、僕は駒場さんに、うん、実は僕、うん、1年前、うん、美容室で駒場さんに、うん、リーゼント代をご馳走させていただいたものなんですが、って駒場さんが、あの時のっつって、俺が何その話って言って、はい、聞いたことなかったから、はい。これ僕は本人に会ったら直接お礼を言おうと思って言えたんですよ、1年越し。たまたまな、駒場さんが一元で入った美容室 で、その美容師さんが、うん、芸人さんも通ってくれてるんですよっていう話聞いて、はい、あ、じゃあそのお金置いていきますって。結構すごいことやけどな。すごいっすね。だってさ、会ったこともないし、全く見知らぬ、たまたまさ、そ、俺なんかよく分かってなかったけど、はい、たまたま会ったんかと思って。会ってないです。そう、しかもなんか次回とかやもんな、そんなに、はい、見知らぬ、うん、劇場にも入ってない。いや、ほんまそうやな。しかもリーゼントにしてるわけわからん、いやほんまやつにこれを置いていきますんで、そんなことしだしたらまずキリないけどな。だってさ、確かに、ね、だってこの芸人のサインが置いてあったらそいつの分も出すみたいなことやろ。だってそうっすね。時間がさ、そうやってかぶってもないわけやから。だからさ、俺はその時ピンと来てなかったけど、じゃあその時に駒場さんは初めてそのリーゼントを見たってことやな。その聞いて挨拶した。挨拶したもん。そうです。すごいよ。お前リーゼントやったんかい。あ、そうか。その時に分かってなかったか。確かそんな感じですね。だってそこはバーバーショップで、その、うん、まあ、刈り上げとかフェード、うん、まあ、駒場さんがようやってる、うん。ああいう髪型をするところなんです。うん、リーゼントなんで。
できるわけないと思ってる。小川さんびっくりしたよな、マジで。まず会うことになると思ってなかったよな、正直。お前嘘やろってなるし、この髪型やったら、うん、まあでもそうなんですっつって、うん、寄せればってまさかその話を、まあ、ラジオでも今日させてもらいまして。確かにね、それはなかなか、いや、よかったな。いい話というか、これからもね、どっかでお会いしてテレビとかそういう話ができる日も来るかもしれない。はい、それありがたいです。そうそう、やっぱそのラジオとか呼んでもらったら、やっぱどうしてもというか当たり前なんですけど、うん、僕らの話になるわけですよ、うん、どうやって結成したんとか、うん、ネタがどうやって作ってんのとか、うん、いう話を結構させてもらう機会が多いんで、うん、まあちょっと慣れてきたな。そうですね、自分たちの結成の話とかを結構流暢に喋れるようにはなってきた。やっぱり聞くプロでもあるんで、はい、あれやっぱ俺らがちょっと成長したと思いきや、実はもうこのお釈迦様の、そうですよ、孫悟空やった俺たちは。こうやってうーってやって、はい、手のひらで喋らされてただけ。ほんまにそうです、ね、伏線回収すんなお前ラジオで。ここで帰ってきた聞くプロ。普通ならダブルアクセルぐらいしか飛べないところ、こうクッとこう腰を持ち上げてもらってトリプルアクセル。どうしてもフィギュアで例えたいか、こいつさせてもらってるって感じですね。いや、まあ楽しかったですね。それこそね、この YouTube で結構、はい、まあ週3で喋ってるっていうんで、まあ多少は、うん、まあ1年前とかよりは下も回るようになってきたって感じですか。これやっといてよかったなって初めて思いました。いや、確かにほんまに多分1回目とか聞いたらやばいやろな、このいや、もうジョックロックプレス第1回ダラ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 、声とかもやっぱたまに俺も第1回のやつ、いろんなさラジオとかの昔のやつ聞いたりするんで、第1回とかそのちょっと売れ始めて初めてレギュラー放送やるみたいな1回目とかもう全然違うもんな、うん、暗いやっぱみんな、うん、か死ぬほど明るい逆に。なるほどね、あー元気すぎる、うん、なるほど。でもやっぱそれはもうそれはそう、うん、だから逆にキモいし なんか最初からなんか、そうですね、手慣れてはーいとか言って、でもそれをやろうとしてる人もおんねやんか、それはそれでやっぱ変やん。確かに、なんかおかしいし。いや、だからちょっと久しぶりに僕らのジョックロックプレス、うん、まだ画像しか貼り付けてない頃、うん、1月大分のなこのこれ大分営業での、うん、1月1週目ぐらいのね、ジョクロプレス聞いてみてください、久しぶりに、うん、あ、こんなに変わっているんだ。うん、それはまああるでしょうね。あるかもしれません。まずお前がメインで喋ってたもんな、最初。そうです、僕が仕切って、うん、始まりましたジョクロックプレス、うん、その座を俺に奪われた、譲った、奪われて ABC NHK の決勝でもほとんど一言も喋らず。じゃあだから結局もう平場で最初裕次郎がボケやから喋った方がええんかなって、ずっと最近裕次郎から喋るように、それこそまあ記者会見とかもしてたんですけど、かなりその変な空気にしていただけるということで、それでもまあまあ経験かと思ってやったけど、まあまあちょっとまあさすがにかってなって、まあ俺が喋ることにしたんですよね。やっぱり作戦、まあネタをまず見られたら福本さんがやっぱメインのコンビかなと思うのは自然なことで、だから福本さんにまずスポットが行くのは自然なことなんです。だからあえて福本さんに先に喋らしといて、後で副兵としてこっちもいるよという、オードリーで言ったら若林さんのような出方をしていく。お前若林さんのような出方できるわけないやろ。後入れ替わりますよ。どう考えても春日さんの方や。春日さんになりますよ。全然嬉しいけど体張るタイプ。まあでもね、それこそ NHK のまあどうしてもね、その何喋るみたいな平場というか、うん、そのどうやったみたいな、絶対ある、それこそ買った時に何言うかみたいな考えとこうぜさすがにつって、うん、まあ、お互い考えてて、まあ、前日とかに、まあ、リハとかの時にどうっつったら、いやーちょっと考えはしたんですけどっていうのが飛び出してきて、あ、わかった、もう俺が喋るわ、すまんすまんすまん。えってそれ、いやーのやつ。いや、えってそれは俺のセリフかなり。もうえって何回言うねんそれ。いや、そっちやで、お前が言うから俺が言ってんねんね。前に、え、考えはしたんです。何回言うねん俺あれ、自分を責めてた。そうっすよ。ああ、何や、勘違いしてたわ、てっきり俺が。もうええやろそれ。考えはしたんですけど思いつかなかったっす。もう思いつかなかったっすも言わんもん、分かると思うんですよ。いや、何々しただろうか
かっこいやないみたいな反語みたいな感じでいや考えはしたんですけどかっこいや思いつかないバッドオーソンバッドオーソンやお前バッドオーソン久々聞いたバッドオーソンユージロでええやんバッドオーソン公文だろうか嫌ないの反語使いなんでやっぱりこれからね、まあ、裕次郎くんが奮起して、どこまで、まあでも今日とかな、ラジオとかでも、ちゃんと喋れてたんでね。喋りましたよ、僕。まあこれはまあでも、それこそ自分の話やから喋りやすいっていうのはどうしてももうブーストかかってるんで、こっから誰かを迎えてとか、喋ることになった時に、どうなってるか。それこそね、やっぱこのジョックロックプレス、はい、もう正直、最近ね、皆さん気づいてるかもしれないですけど、喋ることなくなってきました。なんかもういちいちやっぱそのライブのことを喋る感じでもちょっとなくなってきたというか、うん、まあ劇場入ってその最初のことが多かったからね新鮮でこんなこうライブいちいち呼んでましたがあったんですけどもそういうのをまあ別に喋る感じでもなくなってきたんで、うん、ちょっとこれからゲストというかなるほどねいろんな人を呼んで喋っていきたいっていうのもあるんでそれこそいよいよあの男え D が来るかもしれんな D? 一回ゲスト呼ぶってなってから立ち消してかなりの年月が経ってますけどなんで D なんですかえ大事やからあそっちえあーはいはい、はい、誰のことやと思ったあーびっくりしたそのウイスキーのあー S かS あいつのことは S って呼ぶから D さんね確かに D さんをそろそろ確かになあいつとやったらもうほんま3本余裕で取れるやろ余裕でしょうやっぱそれこそ なんなら需要もかなりうんそれこそな大事の話は相当外でもしてるからなお世話になってます、うん、ちょっと D さんに、うん、そろそろ連絡してください月曜日、うん、この会議室を抑えてるって、うん、いや別に連絡はいつでもできるけどそれはこの日やなって日があったら福本さん勝手に呼んでください勝手に、はい、このお前の許可いらずまあ別にいらんかそりゃ、うん、あまあでも具体だけお前もうちょっと常に具体でええかな常具体俺が言った時だけ抽象って送った時だけ抽象にしてもらっていいかな分かりましたうん、なんかあんま別にいらんかも抽象のやつ抽象いらんねやうんもっと具体なるほどそれこそねまたスト6の話しますけど、はい、スト6は今回からクラシックモードとモダンモードっていう2つのモードがあってクラシックは今まででこう下斜め右前パンチで波動拳みたいなでそのモダンモードは前ボタンで必殺技みたいなそのスマブラみたいな操作方法でこれどっちが新しいかみたいなのあるんですけど、まあ、常にちょっとその具体モード、うん、そのクラシックそのなんかテクニカルな方で行ってだからもうちょっとまあ今日はいいかなみたいなところの簡単なモダンモード抽象モードに切り替えるっていう形でいいかなカーソルがやっぱ常に合ってるというか基本的に僕スト6やるときでもモダンモードあれお前やっぱモダン人間か。モダン人間。まあ、若いし、はい。確かに。モダンの方が逆に強いみたいな説もあったりするからな。抽象が逆に逆転して強くなるっていう。あるんです時として。かなり時やねんけど。まあまあまあ、具体。まあ、その若干コツは掴んできてるんで。あ、具体のコツ？はい。まあ、やればやるだけ上手くなっていくという。なるほど。まあという感じなんですけど、ちょっとかなりね日差しが強くなって、はい、強すぎるこれ日焼けます、ね、これ日焼けしてしまうこれかなり、はい、っていうわけで、まあ、明日も実は明日というかこの日かこれ水曜日に上がるんでああ実はラジオにゲストで呼んでいただいて確かにめっちゃラジオやなこれ祇園ラジオうん祇園さんのラジオですねうん祇園花月で祇園花月が KBS 京都で収録するというはいも今朝撮ってきたっていう水曜日やったらかそうしかもこれなんかその難しいんが、うん、いつ告知していいかがマジでわからん確かに発表されてないんそう調べても全く出てないからこれ言ってもええんかそれこそハイヒールのやつそのミルクボーイさんのやつも全く告知をしてないギリギリでさっきミルクボーイさんが出てましたひき肉でみたいなこと言ってギリギリでだからハイヒールさんのやつはギリギリもなかったから、うん、結局ゴエでしょうはギリギリでやったから、うん、ギリギリで告知したけどそれもなかったからでもハイヒールさんのやつは YouTube でしっかり全部あ残ってるんですか残ってる公式のやつが全部聞けるやつ見れるようです聞けるようですだからそれを告知まあ、はい、この後しようかなどっちもという
ということでね、ラジオ週間ございます、うん。まあ、後々僕らのラジオ、うん、レギュラーラジオがいつか誕生する日も来るやもしれません。そうなってきたら、はい、その俺たちの、うん、まあ、例えば大喜利コーナーとか始めたら、うん、俺のさ、葉書職人時代の仲間が、うん、その少林サッカーの昔サッカーやってたやつみたいな感じで、なんかめちゃくちゃいいやん、こうやって床屋とかやってるやつが、ん、最近全然大喜利とか離れてる人たちが、ん、みんないさん、みんないくんのラジオが始まったぞ、ふって集合して集合して送ってくれるかもしれない。めちゃくちゃかっこいいですよ、少林サッカーのやつ。一回はでも全然採用されへんからな、打ちのめされて。俺が採用せえへんのなんやねんって話やけどな。あれ、まあ、最初のやつは多分俺が選ぶとかじゃないやろか。ケツの画像で一言。ケツのアフレコ。でも、ある程度やってたら覚醒して、うん、で当時の勘を取り戻してやってくれるかもしれない。かっこよすぎるやん。いいですね。いつか、うん、ラジオ番組したいなという気持ちになりました。はい。というわけで皆さん、ぜひ僕たちのラジオをチェックしてみてくださいということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。